どうもこんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょうぜ。はい、この動画はジャンプ最新話1114話のネタバレがありますので、まだ読まれてない方はお気をつけください。昨日ですね、初見のリアクションや全体の考察感想はこの動画で話してますので、よかったらそっちも見てください。はい、今日話すこととしてはやはりジョイボーイについて。今週のラストでベガパンクさんがね、前回に引き続きまたとんでもない情報を世界中にばらまいておりました。メインはそのね、ジョイボーイについてね、ちょっとこの動画で深掘っていければなと思います。で、あとちょっとですね、マザーフレームについても少し触れればなと思います。そのあたり話していきますので、ぜひよかったら最後まで見てってください。はい、このチャンネルでは毎週ワンピースの最新話のトーク動画上げてます。よかったらチャンネル登録お願いします。一緒に楽しんでいきましょう。ほんじゃ行きましょい。さあ、ちょっとですね、私風邪をひきました。ちょっとね、喉とか鼻とかがちょっと調子悪いんで、なんか聞き取りづらかったらごめんなさい。一生懸命話します。さあ、今週ジョイボーイさんの情報がゴリッと出ましたね。空白の100年ジョイボーイ、そのあたりの情報がめちゃめちゃ出た。今まで本編読んできた中で、まあこういったことなんじゃないかっていうのが、もうベガパンクの口から確定でバシッと繋がって出ましたね。ベガパンクが研究した末に判明した事実のみをここに言い残すよと、ジョイボーイさんについて語ってます。900年前にあるまじき高度な文明を持つ王国に生まれた。これっていうのが D の王国ですよね。まあもうそこはほぼもう確定に近いとは思いますけど。で、かつ、まるでエルバフに伝わる太陽の神ニカのように伸縮する体で戦ったという男。この情報っていうのが先代のニカの能力者ですよね。これはルフィがギアフィフス発動した時とかに、ズニーシャが解放のドラムを聞いて懐かしいなジョイボーイと言ってることから、ジョイボーイっていうのが先代のゴムゴムの実、人々の実幻獣種モデルニカの能力者であったんだろうなっていうことは、もうほぼほぼ予想ではね、固まってましたけれども、もうそれも確定と。で、ここからは新情報ですね。この海で初めて海賊と呼ばれた男じゃ。どういうことじゃ。ここがもう分かりそうで分からない。この絶妙な謎の落とされ方。で、しかもその謎っていうのも物語の根幹、ワンピースのこの物語の幕開けの部分の話じゃないですか。空白の100年に何があったかっていうところのポイントですよね。そこの情報が一つ、とんでもなく大きいものが落ちてきたという感じですよ。なので、それまでは、まあ、海賊っていうものがいなかったってことですよね。いや、ここも意外でしたよね。別に海賊っていう、まあ、文化と言っていいか分かんないですけど、それ自体はずっとね、まあ、昔からあって、で、まあ、もちろんジョイボーイもね、なんとなく海賊なのか、なんかルフィっぽい印象はあったので、確定ではなかったけど、ぼんやりとなんかルフィみたいな海賊なのかな、みたいな印象はありましたよね。まあ、それが初めての海賊っていうのが今回出たんですよね。つまり、それ以前は海賊っていうものはいなかったと。ここがまず意外だったのと。まあ、ジョイボーイが最初の海賊って呼ばれたっていうところもね、どういうことなんそれって。つまりどういうことなのっていう大きな謎ですよ。ここ話していきましょう。最初の海賊ですね、ジョイボーイ。ここがやっぱ気になるのが、この初めて海賊と呼ばれた男じゃと。呼ばれたなんですよね。自分から言ってるわけじゃないっていうことなんですよ。まあ、普通に考えたら海賊っていう言葉自体も、海賊がいなければ生まれないですもんね。まあ、当然のことですけど。つまりこれまでは、この海に出て、まあ、略奪なのか、まあ、ルフィみたいに自由を求めてなのか、海を旅する、まあ、人物たちがそんないなかったってことですよね。まあ、これまで例えば、まあ、冒険家とか、探検家とか言われてるとか、まあ、普通にね、あとは、まあ、商いをしてれば、まあ、商船と呼ばれたりね、その船自体は商いの船と呼ばれたりとか、まあ、海賊って呼ばれ方以外でも、船には名前があったりとか、そういった人たちに名前があったりしますもんね。なんだけど、この時初めて呼ばれていると。で、これ誰が呼んでるかですよね。この時っていうのはもちろん世界政府もないわけですよ。世界政府っていうのは800年前に発足してるわけで、それ以前っていうのは世界政府自体はないわけですよね。もちろん20の王国の王たちっていうのは空白の100年で、まあ、結託して、まあ、チームとしてはね、組んでただろうけど、少なくとも世界政府が発足したのは800年前なんで、その時にジョイボーイたち、D の王国側っていうのは滅んでるっていう状況ですもんね、おそらく。となるとそれ以前ですから、海賊と呼ばれてる以上。もし、この、現世界政府側だとしたら、まあ、当時の20の王たちのこの連盟、20の王国の王たちの世界政府の前身ですよね。の組織が呼んでいるっていうパターンが一つですよね。あとは、なんで海賊って呼ばれるかっていうこととして、当時のジョイボーイが、まあ、おそらくルフィのような人物像が、なんとなくイメージされてるわけじゃないですか、我々の中で。なんか、こんなにルフィと一緒のっぽくて、解放のドラムも鳴らして、ニカの能力もあって、っていう人物が、なんかゴリゴリの敵役っていうイメージはやっぱないじゃないですか。ここ
から先は俺の時代だぜ、みたいな黒ひげみたいな印象はやっぱないんですよね。やっぱなんかルフィっぽい人物というか。そうなるとなんかこのいわゆる海賊みたいな、例えば略奪行為とか、まあ、侵略行為とか、なんかそういったことはしなそうですよね、ジョイボーイって。あくまでイメージですよ。ただそれが賊って言われてるんですよ、海の賊。いや、まあ悪いやつの言われ方ですよね、通常海賊っていうのは。てかそれ以前に別にそういう悪い海賊いてもおかしくないじゃん。なんでな、でなんで初めてそんな陽気なやつが海賊って呼ばれてんの。まずこの謎がやっぱどうしてもありますよね。まああとはルフィっぽいやつが海賊って呼ばれるんだとしたら、まああとは海賊旗ですよね。まあ旗を掲げて自分たちの信念の象徴をマークとしてシンボルとして旗に書いて、それを掲げることによって海に出る。もうそれが海賊の定義とするんだよっていうのが当時ね生まれたんだとしたら、まあそれの発足者が一番最初にそういった行為をしたのが当時のジョイボーイだったというパターンであれば、まあ納得ができますもんね。まあ要は海賊とは何かというルール付けをした、まああるいは本人はそう思ってなくても結果旗から見たらそうルール付けしてるような人物に見えた、だからこそそれを海賊と呼ぶ、そう呼ばれ出したみたいな、なんかまあそんな感じかなとはちょっと現状は思ってますね。だからまあルフィのように、まあドクロマークなのか何のマークかわかんないですけど、まあ、ワンチャンルフィと同じね、麦わら帽子のドクロかもしれないし、なんかそういった印象は受けますよね。まあルフィと同じような人物像っていうところをなんとなくイメージして、そこからつなげていくと、んじゃなきゃまあまあ悪いことしてそうだね感じはしないですから。まあ逆か、だから当時の二重の王たちにとっては悪いことみたいな、我々とか、まあこの要はルフィサイドから見たら全然いいことなんだけどみたいな。まあこのね、何が正義かっていうのは時代によって変わるわけじゃないですか。まあ頂上戦争でね、Kさんが好きな少女だけが正義だっていうね、あのセリフもありますし、確かに時代によってね、その正義悪っていうのはね塗り替えられますから、だから当時はそういった時代だったとかね。まああとはその関係してそうなのは、まあ太陽のシンボルですよね。やっぱり太陽のあのマークによって、まあ全てのこのジョイボーイサイド、 D の王国サイド、そのあたりっていうのはつながってきてるわけじゃないですか。まあもちろんまだ確定ではないですけど、まあほぼほぼアラバスタのシンボル、太陽のマークですよね。でそしてワノ国の家紋にも太陽のマークある。でもう太陽の神ニカ、やっぱりそのジョイボーイサイドにこの太陽の信仰があるわけですよね。まあバッカニア族とか巨人族とか、巨人族もねまだマークとかはそういったのは分かってないですけど、太陽への信仰がある。でなんならもうニカの信仰があるって、もう今回ね 100% の確定が出ましたから、まあ太陽でつながってる側が太陽のシンボルを掲げ出した、だからジョイボーイが初めて太陽のシンボルを掲げ出した、そういった奴らを海賊と呼ぶ、そういった事件があったとかね。あとはリリーのセリフですよ。コブラの最後のゴロセにやられちゃったところのシーン。ポーネグリフを守りなさい、なんちゃらなんちゃらく世界に夜明けの旗を掲げ、レベルタル D リリー。もうリリーっていうのは当時の二重の王国の王たち側なんだけど D の名を掲げてた人物ですもんね。でおそらく当時のジョイボーイの仲間っぽい印象は受けます。そうなった時に夜明けの旗を掲げていけという文章を残してるわけですよね、手紙に。で夜明けの旗だもんなぁ、もうあの太陽のマークが。だからあれこそが、まあ、ジョイボーイが掲げて海に出て海賊と呼ばれるゆえんになったっていうところは、今までねこの描かれてきた本編の情報をつなげるとありえそうですよね。だからこそ、まあ、初めてそういった旗を掲げたのがジョイボーイなのかなっていう現状の印象ですよね。てかそれまで海賊がいなかったっていうのがでも謎なんだよな。みんな別に海に出なかったのか、てかそもそも今みたいに海があったのか、なんかその辺にも絡んできますよね。もうこれ海が上がってきてるってことは、逆にその時間が辿ってったらこう逆に戻ってくってことで、海がなかったのか当時。いや、そんなことないよな。だって月の壁画、いやまあ月の人たちがこの星に来るときに青色の星って呼ばれてるわけですよ。この星がルフィたちがいる今の星は青色の星って呼ばれてるわけで、あの太古の時代から、あれがもちろん何年前か分かんないですけど、少なくともまあ数百年、まあ、この空白の100年ぐらい、そのぐらいのねこの時期にはもう青色の星って呼ばれてたんで、海がないってことはまあないじゃないですか。少なくとも海はあったわけなんで、ちょっとこの辺がねまだまだ見えてこないというか、この星のこの地理とかこの自然現象とか、はたまたベガパンク今回ね、まあ、自然の災害ではないとね言ってたりもするんで、人為的なね災害である可能性が今あるので、まだねこの辺のこれ絶妙にね分かりそうで分かんない部分もありますけど、ただでもやっぱ謎な部分ではありますよね。少なくとも海は当時あっただろうから、別に海に出てね海賊行為してる奴らがいてもおかしくないんだけど、それはいなかったと。まあでも普通の常識的にその行こうと思わないか、
この造船技術もね、いつからあったかもわかんないですもんね。船がこんだけ進化してって、海を渡るぐらいの船が生まれたのが実はこの800年より前はなかったとかもあるしね。この800年間でやっとこの造船技術とかがどん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 レベルアップしてってってパターンもありますもんね。まあだからこそこの900年前のこの昔にあるまじき高度な技術があるこの D の王国だけが船に乗れたってことか。話してって繋がるパターンです、これが。まあそういうことかな。確かに昔にこんだけの船作れるかって言ったら別に作れないですもんね。今でこそ別に普通に船があるけど、確かに相当な別に技術力がなきゃ船作れないよな。かつね、普通に島と島って結構離れてるわけですから、そこは行き来できないもんね。それを可能にしたのがこの高度な文明。まあここが初めて船作ったパターンっていうのもあるのかな。まあちょっと話していく中でね、いろいろちょっと話しながら繋がりましたけど、なんとなくこの今週読んだ段階だと、そういった感じかなと思います。ちょっと欲しいですね。早く情報がいろいろ知りたい。知りたいけど、知りたくない。寂しいから。ワンピース俺に向かっていくからね。知りたくないんだけど、けど知りたいっていう。ちょっとまたこの辺りは待ちですかね。で、あと、まあ関係が間違いなくしてそうなのが、バッカニア族ですよね。バッカニア族はどう絡んでくるかですよね。バッカニア族っていうのは巨人の血を引いている。で、バッカニアっていうワード自体はカリブの海賊の前身の海賊の名前なんですよね、まあ、言ってしまえばまあ海賊の祖というか、そういった意味合いがあるバッカニアというワードですよ。それ自体が付けられているクマの種族、バッカニア族で、そのバッカニア族はニカの信仰があると。これはやっぱジョイボーイもバッカニア族なんですかね。まあ少なくともバッカニア族か巨人族なんじゃないのかなっていう印象は受けますよね、今のところ。もちろん普通の人間ってパターンもありますけど、やっぱりマリージョ、冷凍された謎の巨大麦わら帽子とか、やっぱね、ニカの能力を宿したルフィがゴムゴムのギガント、巨人のようなね、大きさをわざとして使ったりとか、なんかやっぱでかい、大きい、巨人っていうイメージが、なんとなくね、このニカとか、まあバカニア巨人族、そのあたりでこう繋がってきてはいるので、もちろん確定ではないんですけど、ジョイボーイもね、バカニア巨人族の血は引いてすんじゃないかなっていうイメージはありますよね。で、今回の最初の海賊、初めて海賊と呼ばれた男っていうワードもありますから、これもうバッカニアですもんね、言うたら。なんかやっぱバッカニア族か巨人族、まあバッカニア族の生まれとかね、一番最初のバッカニア族とかもありえそうじゃないですか。だからこそこの世界政府はバッカニア族をもう奴隷として扱うと決めている。いわばジョイボーイの子孫なわけですからね、そうなってくると。いわばジョイボーイ一族はもう何があろうとももう世界的に罪だから、もう生まれながらに奴隷にするっていう、そういった扱いされてましたもんね、バッカニア族は。で、確かにそれが繋がるのが、まあ、いわゆるロジャーですよ。海賊王ゴールドロジャーは、もうその血縁は全員、まあ、極刑だったわけですよね。まあ、刑に処されてたわけですよ。だから世界政府がその、ラフテルとか、ワンピース絡みのことは、そんだけの罪だよっていうのも、このバッカニア族にも繋がりますもんね。まあ、だからやっぱバッカニア族っぽいですけどね。どう思いますこれ。まあだとしたらそのクマとかのこのつながりがね、どうなってくるかっていうのは気になるポイントですよね。なんかルフィは別にバッカニア族っぽくないじゃないですか、別にね。でも現代のルフィは人間で、ただまあ重要さのバッカニア族が進行してるニカの能力を持ってる。なんかこのあたりもね、見えてきそうでまだ見えてこない部分もありますが、まあ少なからずバッカニア族っていうのはまあジョイボーイとね、何らかの関係があることは可能性としては非常に高そうですもんね。ここも待ちですね。で、次です。次気になることとしては、ジョイボーイはいつ生まれたのかですよ。いや、ここも、これってあれ結構大事じゃないって思ったんですよね。今回、ベガパンクの口から、900年前にあるまじき高度な文明を持つ王国に生まれ、というワードがありました。まあこれがおそらく D の王国。で、その D の王国に生まれた4。これ、いつ生まれた4なのかですよね。世界政府が発足したのが800年前。要はまあそのあたりで世界のこの D の王国 VS 世界政府のこの戦いっていうのは収束してるわけじゃないですか。まあもちろんね、その戦いが終わってすぐ様かわかんないんで、まあラグはね、もちろん数年、下手したら10年とかね、十何年とか十数年あるかもしれないんですけど、少なくとも、まあ800年前あたりに戦いが終わってるはずですよね。空白の100年っていうのはその両サイドの戦いの、この戦いの歴史と言われてますからね。となると、まあジョイボーイがおそらくそのあたりで、まあ負けちゃったのかなっていうイメージじゃないですか。まあ D の王国サイドの、まあ、トップがジョイボーイっぽい感じですからね。となると、ジョイボーイが負けたのが、まあ、800年前。となると、ジョイボーイが生まれたのいつなのってとこですよね。まあ、少なくとも900年前に生まれちゃってたら、もう100歳近いわけじゃないですか。いや、100歳も生きてバリバリ戦える後半100歳ぐらいで。まあ、それは難しそうですよね。普通の人間族だったらね。なので、まあ、ルフィと同じく人間族だったとしたら、まあ、少なくともこの空白の100年の、まあ、後半ぐらいに生まれてるのかなというイメージはありますよね。
で、ただ、これ巨人族だったら話変わるんですよね。巨人族は人間の3倍なんで、寿命が。まあ大体マックス300歳みたいな。普通は。そんなイメージなんですよね。だからこれ仮に巨人族だったとしたら、まあ900年前ぐらいに生まれてても、まあ100歳前後。そしたらまあ巨人族で言ったらもうバリバリの世代ですからね。なので、この辺あたりがその年齢的なね、なんか仕掛けはありそうかなとは思いますね。でもまあエルバフで生まれてるわけじゃないんだよな。この900年前の王国に生まれてて、っていう感じなんで、このあたりがなんかありそう。うん。巨人族っぽいかなっていうところの理由にも一個なりますよね。この空白の100年のいつ生まれたかにもよって。これ900年前ぐらいに生まれてたらこれ人間族じゃなさそうですから。巨人族の可能性がより上がるかなとは思いますね。で、次ですよ。もうこっからさ、どんどん気になること出てきちゃうじゃん。これさ、なんでラフテルにこの最初の海賊が宝を残したの？ね。いや、ここなんですよね。なんだか、なんでジョイボーイはわざわざラフテルに宝を残さなきゃいけなかったんだろうっていうとこですよね。これ、どういうつもりで宝を残したんだろう？何なんだろう、その宝って。で、しかもなんかね、ロシアは手に入れきれてなさそうなね、感じもしますから、ここが気になるポイントですよね。まあ、ラフテルがね、そもそもどこにあるかもわかんないし、何を残したのかもね、わからないわけなんですけど、ここが謎っすよね。まあ、おそらく世界政府側に、まあ、負けそうになって、で、まあ、こうなったらまずいから、ちょっと大事なもんを大事な場所に隠そう。で、誰かがそれを見つけてくれれば、世界が変わるから。まあ、言ってしまえば、ま、多分世界政府のこの、世界を支配しているという状況。まあ、言ってしまえば、ま、夜の状況が変わるから、それぐらいの品物、それぐらいのものをラフテルに隠した。っていうのが、ま、すんなりはいきますよね。イメージすると。なので、世界政府としてはそれを見つけられると困る。まあ、だから海賊と呼ばれたってところに繋がるのかな。まあ、それかね。いや、世界政府的にはそれはもう壊したいもの、何か。それを隠されて、全世界の人たちがそれを探してしまうかもしれない。確かにそう考えるとめっちゃ罪だな、世界政府からしたら。だから賊、もう海にのさばる海賊だって呼ばれた。なんかちょっと最初の、ね、一番最初の項目にちょっと繋がって戻りますけど、それもありえそうですね。旗を掲げたのももちろんだし、要は世界政府的に不都合な何か、まあお宝ですよね。それがまあ古代兵器なのか、まあ何なのか分かんないわけなんですけど、少なくとも世界政府的に不都合なものを隠したから、もうそれは賊だよと。というところに繋がるのかな。あと気になるのが、ビンクスの酒なんですよね。ビンクスの酒がいよいよ繋がっていくんじゃないかなっていう感覚あるじゃないですか。まあもう当初からね、なんかあるだろうと思われてましたけど、小田先生がわざわざ作詞されて、で、田中浩平先生にね、作詞依頼してるっていう。とにかく小田先生としてもすんごく大事な曲なわけじゃないですか。で、あそこにね、まあ歌詞にも、もうドラム鳴らせとか、もう重要なワードがね、散りばめられてるわけですよ。もう解放のドラムやん、それって。もうそれって待って、これジョイボーイが作ったんとか、作詞作曲ジョイボーイですかとかね。ビンクスの酒もね、なんかそろそろワードとして出てきてもおかしくないなっていう感じはしますよね。ワンチャンこれベガパンクがなんか喋ったりするかな。ベガパンクがビンクスの酒とか知ってるかどうかってとこも気になるところですね。これポーネグリフとかには書いてあんのかな、ビンクスの酒は。まあ、次以降ベガパンクがまだまだ言ってくれるのかどうかですよね。こっから先まだこのジョイボーイ関連、空白の100年関連を分かる限り言ってくれるのかどうか。そこに注目ですね。ちょっとビンクスの酒の歌詞ね。僕もさっきちょっと見たんですけど、もう一回ちょっと頭入れとこうかなって思いました。はい。というわけで、ジョイボーイ関連はね、一旦ここまでにして、あとはマザーフレームですよ。ベガパンクさんが今週言ってて、なんだかやばそうなエネルギー源でしたね。マザーフレーム。ちょっとそれについてもね、少し話せればと思います。まあ、ベガパンクが、まあ、永遠のエネルギーを夢見て、この世界をね、まあ、未来へ進めようという一心で作ったのがマザーフレームだったよと。で、それが、まあ、太陽に近づきすぎてしまったと。ベガパンクさんはそういった発言をしてました。で、それが、ベガパンクにとって、一つ目の罪だと言ってるんですよね。いや、これがちょっとなんでなんだろうってやっぱ思うわけなんですよね。本来であれば、まあ、このエネルギー源を発明したわけですから、世界のね、エネルギー問題が解決できて、で、それってベガパンクの夢なわけじゃないですか。世界中からね、まあ、エネルギーを、の問題をなくしたいと。で、いろんなところにね、エネルギーが溢れてるのに、それをま、形にしたいって形でね、ベガパンク夢語ってましたもんね。でももうこれってできてるじゃないですか、実際。まあもちろんベガパンクにとってはまだ完成してないのかもしれないですけど、まだ途中なのかもしれないですけど、少なくともこれを発展していけば、夢も叶うし、世界のエネルギー問題も解決できるし、まあ大丈夫だなと、素人目ではね、見えるんですけど、けどなんかうまくいってないってことですよね、きっとね。で、ベガパンク曰く、なんだかこの世界中で起きた、直近で起きた、あの大地震。それが自然災害とは言い切れるの現象だと言ってたわけですよね。
で、その後にマザーフレームが罪だと言ってるわけですよ。なのでこのマザーフレームを作ってしまうと、まあ、とんでもないエネルギー源ですから、それっていうのがやっぱこの世界のこの地形だとかこの海に影響を及ぼしてしまう、あれがあることによって、まあ、海面がどん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 上昇してきてしまうという、そういった物体の可能性はありますもんね。だからこそ今回のタイトルもイカロスの翼っていう、まあ要はね、科学を進歩させすぎたがゆえに自滅していってしまうっていう、このタイトルとこのベガバンクの太陽に近づきすぎてしまったっていうところにつながりますもんね。だからまあマザーフレームがこの何らかのこの原因なんだろうなっていう感じですよね。このマザーフレームがあることによって海面が上昇してしまうのか、はたまたそれを使ってしまうと海面上昇してしまうとか、まあ、ただイムが撃ったことはベガバンク知らないとは思うんすよね。マザーフレームを五老星に送ったのはヨークでしたし、でそのヨークの裏切りには気づいてなかったわけですから、五老星サイドにマザーフレームを送った、でそれが使われたっていう事実はベガバンクステラ自体は知らないと思うんですよ。となるとやっぱりこのイム様法ドドドドドとは直接的には絡まなそうなんですよね。となるとやっぱりマザーフレーム自体がこの海面上昇を引き起こす物体と捉えることになるのかなって思ったんですよね。今週ちょっと落ち着いて読んで、これどう思います？まあ、もちろんね、イム様法が原因っぽいですけど、でもベガバンクはその事実を知らないよね。マザーフレームが送ったってさ、後から知ってますもんね。なるほど、そういうことじゃったかっつってね、ベガバンクも。あの、麦わらの一味が立てこもり事件を起こしたっていうあのシーンで、なるほど、そういうことだったかってね、言ってたから、ベガバンクも多分知らないと思うんですよね。となると、このマザーフレーム作ったことによって、いろいろ世界が歪み出した。だから私の罪だと。それが一つ目の罪だと。いうことも、まあ納得できますもんね。でもなんでとは思いますよね。でまあやっぱこのマザーフレームが俺やっぱウラヌス関連だとは思いますよね。まああのイムが使ったあの兵器がね、なんとなくなんかウラヌスっぽいじゃないですか今のところ。でこのマザーフレームを作るためには融合炉、要はパワープラントですよ。それが必要になるとベガバンクも言ってましたね。でこのパワープラントの漢字が融合炉なんですよ。まあこれっておそらくまあ核融合じゃないですか。核をこう融合させることによって生まれるエネルギー。それをエネルギー源として使うのが、まあ、おそらく融合炉で。で、そのエネルギーのことをおそらくマザーフレームと呼びそうですもんね。となると、まあ、直接的意味合いは違うんですけど、やっぱこのウラヌスっていうワード自体も、まあ、ウランの仲間の言葉じゃないですか。で、ウランといえばね、まあ、核エネルギーですから。まあ、直接的にはね、核エネルギーとこの核融合エネルギー、この出し入れの話でイコールではないんですけどね。ただまあやっぱ核関連のなんかイメージがこう連想されるワードは使われてるわけですもんね。で、今回もアトムと。いうね、A&MU という、まあおそらくアトムですよね、これ。まあそれがこのマザーフレームの、この容器にね、こう書かれてるわけで。やっぱり核エネルギー、アトム、そしてパワープラント、そのあたりを繋げるとやっぱウラヌスに繋がってくるんじゃないかな。だからやっぱ今が持ってんのがあれウラヌスなのかなっていうイメージはありますよね、やっぱり。なんか今週読んでて、なんかそこにこう、ワード自体は親戚ワードがいっぱいあるんで。やっぱウラヌスっていうのはこのマザーフレームを使うことによって放出できるエネルギーなのかな。だから言ってしまえば、まあ古代兵器に近いようなエネルギーを作ってしまったがゆえに、まあこの世界が歪むほどの、海面が上昇してしまうほどの、まあエネルギー源なんだ。とんでもなくやばいものなんだ。だからイカロスの翼っていうのが今週タイトルついてっていうところに、まあ繋がってきますもんね。これどう思いますか？マザーフレーム、ウラヌス。まあウラヌスの動力源っぽいよな、これ。だから900年前の王国はね、こういったものを作れてたから、ウラヌスも多分保有してたんでしょう、きっと。まあ、古代兵器はね、3つとも D の王国サイドにありそうですもんね。900年前のそっち側の王国に。ってなると、そのね、王国も多分こういった感じでマザーフレーム作れてそうですから。まあ、それを元にね、ベガバンクもいろいろ研究して作ってってるわけですから。うわぁ、なんか繋がってきてる感じしますね。もちろんね、マジで 100% ではないですけど、ちょっと想像でね、結構補ってる部分もありますけど、やっぱ本編で描かれてるこの描写をね、こうつまんでいくと、そういったものが見えてくるのかなと思います。はい、今日ここまでです。どうでしたでしょうか？ちょっとね、来週ね、救済ですけれども、来週もまたね、みんなでね、この最新話の話したりとか、いろんな動画上げていきますので、ぜひ救済期間も楽しんでいきましょう！チャンネル登録お願いします。高評価もお願いします。いつもありがとう。はい、今日ここまでです。最後まで見てくれてありがとう。次も見てください。明日も楽しもう。またね。救済も楽しみましょう。またね。前向いて、ワン、ツー、スリー、フォー、あって、ワン、ツー、スリー、全力で、まっすぐに、自由求め